こんなとこに受け継がれし石が。1年前、親父が大阪に引っ越してきた時に背負ってきたカバンや。これ一つで大阪来たもんね。これもらったやろ。もらった。そう、これが弟もらったみたいです。で受け継がれてるってなんかこうやって。受け継がれてるってなんかこうやって。はいどうも、高木です。本日、お久しぶりの炊飯器企画をやっていきたいと思います。最近あれやったか、ローストビーフ。そうそう、ローストビーフ作ったの炊飯器で。まあでもあれは普通にローストビーフが炊飯器で作れますよっていう話だったじゃないですか。今回やりたいのが以前からもやってる恒例企画なんですけども、米を炊くときに他の材料を入れても美味しいんじゃないかと。1回目が何だったっけ、ケンタッキーや。思い出した、前は家系ラーメンとかもやってみたんですよね。本日やっていきたいのがですね、まあ、またまたちょっとラーメンなんですけども、例えば結構ねそのラーメンのイメージもあると思うんで、本日やっていきたいのがですね、まあ、以前は家系、今回はなんと二郎系ラーメン。二郎系ラーメンでございます。二郎系のイメージって言ったら何やろ、やっぱりもやしマシマシみたいな、濃いこってりで太麺か、そういうイメージがあるんですけども、まあ、そちらがね現在、コンビニで売ってるんですよね。そちらのコンビニの二郎系ラーメンを丸々炊飯器入れて炊いたらすごく美味しくなるんじゃないかということで、早速本日そちら作っていきたいと思います。プラスもう一つね、ちょっと僕作ってみたいものがあるんで、これの後にまあ合計2品作っていきたいと思います。さあ早速そちらやっていきましょう。特徴こちら、買ってきたセブンイレブン限定ですね、中華そば富田さん。以前あれですね、買ったことありますね、紹介しましたね、普通にこれ美味しいんですよっつって。豚ラーメン、わしわし麺、野菜増し、豚増し、油にんにく、玉増し、一つ大体600円ぐらいですね、594円。コンビニで買える超こってるラーメンなんですよね。先ほども言いました通り、こちらの二郎系ラーメン、こちらを使ってご飯と一緒に炊いていきましょう、炊飯器で。じゃあ米1合入れます。この中に入れる感じですね。本来ね、チンして作る二郎系ラーメンなんですよね。多分ね、ゼリー状の今スープがあんのかな、下に固まってんのかな。だからそのチンしたらそれが溶けてスープになるみたいな感じやから、多分お水は少量できるよね。これ多分入ってるから。そうやね。そうやね。これ匂いすごっ。これ見て。ニンニクやでこれ。ほら見て。それがゼリーで固まってる。プルンプルンしてんのかな。めちゃめちゃ下手やん、入れんの。えい、おお、なるほど。うーわ、濃い匂いしてる。でもね、僕今まで作ってて思ったんですよ、炊飯器でご飯と何かを混ぜて炊くときに味は結構濃くないと本当に薄くなるんですよね。だからそういう意味じゃこれ今回うってつけかも、この企画に。二郎系ラーメンもう超味濃いもん。よし、じゃあ入ったということで、これをそのまま焼いていきたいと思います。水出たら薄まっちゃうし、これぐらいでいいんかなと思います。ちなみにこれコンセントさ、俺のやつじゃないね、これは自分のやつやね。で、この前これ使おうと思った時にコンセントだけなくして持って、コンセントだけなくして持って、全く同じ炊飯器を持ってる人があって貸してもらってる。充電器貸してやーのノリでさ、炊飯器の電源貸してやーっつって、でこれ炊いていきます。いきますよ。55分かかるということで、しばしお待ちを。最近なんですけど、僕実はですね、一眼買ったんですよ。結構竹焼きの動画、なんかちょっと画質荒いみたいなこと言われたりとか、そのサムネもねちょっと荒いかなっていう時もあるんで、ちょっといいカメラ買おうと思ってルミックスの GH5 とやらを買いました。最近これでサムネ撮ってるんですよね。最近やったら何やろ、ハマテとか。でもね、一つ欠点があって、これサムネしかまだ撮ってないんですよ。なんでかっていうと、これ重すぎてちょっと僕の今のパソコンで対応できないということなので。まだ Windows 7使ってる。今移行してるんですよ、ちょっとずつ。まあ半々ぐらいなんですよね。ちょっと Mac 触りつつ、ノートパソコン触りつつ、 Windows 結局時間になった時はこれ触りつつみたいな感じで3台ぐらい使ってるんで、ちょっと慣れたらこのね超高画質でも動画撮りたいと思いますんで、楽しみにしてください。それでは完成したようです。開けていきましょう。世紀の瞬間。おお、ぼやけてる。うん、うわ、めっちゃ椎茸の匂いするんだけど
っさめっちゃ椎茸めっちゃ椎茸くっさ機械や炊けてることは炊けてますね普通に炊き上がってんねんなすげえな米と麺の融合米麺飯器米麺飯器米じゃあこれを盛り付けていきましょう来てどうしたの焦げもあるほら出たよ焦げじゃあこっち盛り付けていこうすごいね炊飯器からさこうすくう時にビボーンってないもんね初めてよねこんないただきまーすどうなのねちょっと米は柔らかそうな感じですね。でもしっかり炊けてます。いただきます。面白い。米の味に進むって。うん。でも味の濃さ、いい感じやわ、これ。なるほど。こんな風になるんや。なる普通の炊き込みご飯、もうちょっと味濃くしたみたいな感じ。飲み込んだ後の感じ、ラーメンの風味するわ。一口目ね、なんか炊き込みご飯風なんですよ。普通にご飯だけじゃなくて、麺をすするというね。食感も楽しめる、味も楽しめる。やっぱこう、麺にまでは味は染みてないもん。うん野菜が入ってきた。今まで全然野菜に出会えへんかったもんね。うん野菜入ったらまだ新食感。どっちかっていうと、麺が入っても、ご飯感の方が強かったんですよね。ラーメン感よりご飯感の方が強くて。野菜入ってきた瞬間に、ちょうどいいバランス。ご飯とラーメンっていうのがなんかちょうどマッチしたって感じですね。おぉこの椎茸はどっから出てきたの？どうしようか。あ、なんか多分炊き込みご飯も椎茸入ってたなんかその、いい香りと風味もするじゃないですか。あいつって僕嫌いやけど、なんかそんな辺の炊き込みご飯系とかではなんかこういい役割をしてくれてるやんか。その感じが出てるから不思議やなって感じ。なんで椎茸入れてないのになんかこの椎茸風味がするんやろみたいな。あ、そういう意味もあって僕なんかめちゃめちゃ美味しいって思えんのかな。ごちそうさまでした。星10点中そうですね。4!4 点です。もうちょっとうまくやれたかなって感じですね。味付けやっぱりちょっと考えなあかんな自分でも。そしてこっからねもう一つ特別おまけに作っていきたいものがあります。もう一つ、作っていくものなんですけども何だと思いますか？分からへん。お刺身ですね。お刺身とご飯といえば何ですか？海鮮の。お寿司。米とお魚をそのまま炊けばお寿司ご飯ができるんじゃないかなとお酢を入れていきたいと思います。やっぱりお寿司といったら酢飯じゃないですか、まあ、それをもう一食手に全部やっちゃおうというそんな豪快企画でございます。深いことは考えるな男の手料理や。なんか切るかなと思ってたんですよ、いやもうまんまよ。すごくない？まあでも確かにほんまにあげるな。海鮮丼やな。海鮮ドーンやな。いきましょう。40分後に炊き上がる予定です。しばしお待ちを。すっかり外が明るくなってしまいました。というわけでちょっと服も着替えちゃったんですけどね。おーちゃんと炊き上がってる。めっちゃうまそうやね。おこんな感じでございます。お茶碗に入れました。相変わらず焦げの部分がちょっとうまそうやね。完全にねシャワー浴びてあと寝るだけの状態です。朝なんだけど髪の毛も久しぶりに何のこれセットしてないわ。ちょっと髪伸びたなマジ聞きたいわ。髪次どんな髪型髪色にしようかな。黒とかも久しぶりにしてみたいなとか思ってんねんな。この色とかは、まあ、暗めの色とかか、まあ、圧縮絵とかいいかね。圧縮ケタニ一族デコちょっと広めなんですよ。アップバンクとかさこう分けたりとかできるのが悲しいよね。いややりたいんよめちゃめちゃ。でもデコ広いからどうしてもねそこちょっとなんかいつも躊躇したるというかさ。三兄弟おんねんけどさ童顔より、まあ、若く見られることがいいやんか。短すぎたら似合わんよな。そうわかる。行き過ぎた木村カエラ感。うんなるほど。身が美味しい。よしついていい。醤油いる。ちょっと待って醤油持ってくる。そうやお寿司もね醤油をつけて初めて完成するじゃないですか。それと一緒ですよ。いただきます。うんうまっ。超豪華ですよ。ブリにサーモンにマグロにあとタイが2切れも入ってるんですよ。うちの実家正月の時やったっけ、なんかタイご飯みたいなするのがない。いつやったっけあれ。あれ正月。正月か。あれあれのまんま味。魚とお刺身とご飯を一緒に炊いてもお寿司にはならない。そりゃそうやね。っていいんかな。
うちの兄貴がそろそろ結婚するかもしれへんっていうお祝い事ですから、まだみんなで集まってね、ご飯食べたいね。まだそのタイの炊飯器作る。あ、そうやね。バカにしてるやん。めでたいやからね。そういう意味で正月うちは作ってくれるからさ。いやでも美味しいわこれマジで。めっちゃ美味しい。うん、美味しいよ。すごっ、うん、タイとサーモン。いやそうなんよ、魚介の旨味が、魚介の旨味出てますこれ。点数でっていいですか。さっき10点中何点やったから3点が何点つけたじゃないですか。10点中 8.5。 素晴らしい。高っ。知ってる、久しぶりにさ、初めてあの兄弟3兄弟あの公開しますみたいな動画、うん、3、4年ぐらい前に撮った。覚えてるよ。覚えてる。あれ久しぶりになんか関連で回ってきて、関連動画で、うん、100万ぐらい出たよ。すごっ。再生数。昔からずっと一緒にね、こう育ってきてるからさ、どうしてもこう兄弟感抜けへんから、子供っていうかなんかそんな辺のイメージあるやんか。兄が結婚するなんてなんかすごい不思議というかなんか違和感がありますね。結婚願望とかある？ちょっとある。うんのよ。子供可愛いよ。というわけで、今回の炊き込みご飯企画、二郎系ラーメン炊き込みご飯と、お寿司の炊き込みご飯の2つを作ってみましたけども、まあもう一つの二郎系炊き込みご飯、もうちょっと何回か作っていって、あと3、4回作ったら絶対うまくなる自信はある。そういう感じの、また、新しいものを見つけたら、炊き込みご飯企画、やっていきたいと思います。激坊、ほんまに興味ないやな。炊き上げも寝たいと思います。皆さん、おやすみなさい。次回の動画でお会いしましょう。バタンキュー。